このフォレスタ、動画を紹介しましたら、すごい反響で、やはりあのフォレスターのですね、その分母の多さというのをつくづくと感じてます。ファンも多いんだなということがよく分かりました。まあ、今年はこのフォレスターはビッグマイナーチェンジ、ボールダーのデザインが入ったこの新しい、スタイルと様々な改良を加えられた車がようやくデビューしました。そして、S4 アメリカ版の WRX ですね、これの、まあ、発表があったり、あとアウトバックが出てきますよね。もちろんすでに BRZ が発表になってますし、昨年のクレ、レヴォーグが、デビューしていると。まあ、こういう非常に厳しい時代だったんですけども、自動車のこの生産も今大変困難な時を迎えてまして、工場が実は今止まっちゃってます。ただいつまでもこうだとは思えないんですね。もうそろそろウイルスに対する抵抗もいろんな意味でワクチンの投入ですとか薬の開発だとか、まあ、いろんなことが起きて、まあ、改善されてくると思うんですけれども、特にワクチンのウイルスのワクチンですね。これ例えばそのこれからは日本のメーカーのものも市場に出てくるでしょうし、まあ、インフルエンザの特効薬なんてのはいつもあるような内容が僕は分からないんですが、何度もインフルエンザにかかった身からするとですね、もう僕インフルエンザに5、6回かかってるんですけども、その都度ひどい目に遭うんですが、そういうののじゃあワクチンを、まあ、打ったことがあるのかって言われると、僕は実はインフルエンザのワクチンはまだ一度も打ったことがなくて、最後の5年か6年前にインフルエンザかかった時には、それ以降、まあ、ちょっと匂いがねやっぱり分からなくなるという、そういうウイルスの疾患特有な状態が出たので、今度の、まあ、COVID-19 でもそういう匂いが分からなくなっている人が多いなっていうのはよく分かるんですよね。で、そういう難しい時代の中でやっぱりこれが収束したり、これからやっぱり今が底辺だとすると、もう底辺じゃなくてちょっと回復に向かっていると思うんですよね。回復に向かっていて世の中の情勢がですね。で、じゃあ全てが元に戻るのかっていうと、やっぱりそこは戻るものと戻らないものといろいろあるだろうし、戻るものっていうものの中で逆に言えばもうこれは こういうばっかかなって思われてたものが、今度のことを機会に、ちょっと違う意味で回復するんじゃないかなっていうのが僕は自動車だと思うんですね。で、その、まあ、レンタカーでいいよとか、カーシェアリングだとかよく言われてて、カーシェアリングも悪くないですが、今みたいにみんなしつこいほどこうアルコールでこう、ね、やってるような世の中の中で、いい悪い別にして思考としてですね、シェアっていうものがそれはそれで市場はあるんですけども、もう一回やっぱり自分の車を大事に乗ろうっていう人はやっぱりいらっしゃる。それがまた戻るっていうことは雰囲気として感じるところがありますし、全部ですね、自動化だとか、それから今いわゆるそのケースですよね、電動カーだとかシェアだとか、そういうオートマチカルなことは行き過ぎるとまあどうかなと、温暖化、二酸化炭素、小アクセスと一緒でですね実はすごくこう手のひらの上で踊らされてるみたいな、そういうことがあるんじゃないかと思うんですよね。自動化云々の前にやっぱり乗る人がちゃんと乗れるように、自分を見直さなきゃいけないと思いますし、自動運転なんて 大義名分をかざす前に、まあ、すでに自動運転なんてあるんだと、それは僕が典型的なのはタクシーだと思います。もう自信がなかったんならなくなっちゃったんならタクシー頼った方がよっぽど自動運転で安心だなというふうに思うんですけどね。まあ、これは地域別のこともあるので、
タクシーなんて簡単に来ないよというようなところもあるでしょうから、それは一概には言えないんでしょうけども、あのわけのわからない自動化をするぐらいなら、あのちゃんとしたドライバーが運転するタクシーを使った方が今の時点ではまあ利口かなと、ね、やっちゃえ日産みたいなね、めちゃくちゃなコマーシャルやるよりはちょっとねブレーキをかけて、まあ、スバルもあの自動化はできるんでしょうけど、歩道ほどのところでね今のところやめてますよね。だから、まあ、そこのところを、まあ、考えたりするいいあの機会になったのかなということを思います。そういう中であのこれでも自動化であの典型的なのがですね、このヘッドライトの自動化ですとか、まあ、前からあるのはぶつからない機能は別ですよ、あのこのワイパーとヘッドライトのですね、やっぱり雨滴感知と対向車から のライトをどう検知して、このアレー式といって今までみたいにあのフォレスターシャッターをこう下ろしてたんですけれども、そうじゃなくって光源そのものを変えて適切なところにあの、光を当てていくっていう、そういう素晴らしいライトを採用するようになりましたし、まあ、フォレスター前のシャッター式もすごく良かったんですけどね、まあ、あれをこの前の車はマイナーチェンジする前はあれを使ってたんですが、それは前の、一つ前の SJ 型からのキャリーオーバーですよね。あの時も、SJ 型が最後の方でビッグマイナーをした時に非常にライトにお金をかけていいものが出てきたんですけど、そいつをやっぱりそのいろんな事情があったんでしょうね、この型になった時には新規開発でも搭載できなくて、で、前のものをキャリーオーバーした。その代わり今度レヴォーグから新しいこういうものが出てきたので、それを今度はフォレスターにも採用していくという、まあ、非常にいいあの流れができていると思います。それから、まあ、色もそうで、このカスケードグリーン、ね、ちっちゃな連なった滝とか人工建造物の中に作った滝もカスケードというらしいんですけれども、まあ、このカスケードグリーンと、これは、このシルバーステッチとブラックの前のフォレスターのスポーツに作った、これ感じがいいシートです。これはもうこの頃できたばかりなのでキャリーオーバーしてこの色を組み合わせるわけですけれども、まあ、これとね、もっともっと整合性がいいのはここをナッパレーザーにしたやつですよね。でそれは、まあ、スポーツというよりもむしろアドバンス電池のついた車ですよね、それに、搭載をする採用するということで、まあこれはまあどっちかっていうと最近ドイツ車でもですね、こういう傾向の色の使い方と、それからスポーティーな M 車の、M5 とかでもですね、2つあるんですよ、このスポーツ系に、このドイツ人ってこういう色好きじゃないですか、質素なね感じで、これと典型的なあのタンカラーのこれがねスポーツにも合うんですよ。それ日本人にはなかなかね、黒のね安っぽいものをこうずっと見せつけられてきてるわけでしょ。そうするとそのそういう色彩文化っていうのが乏しいのか、あの何でもこう質素な色に汚れが目立たないとかね、まあ軽トラじゃないんですからね、そういうことでもう少しこう豊かなあの車の生活をですね送れるようなカーライフですよね、いわゆるそれが送れるようなあの色の取り合わせがあればなと思うんですが、まあ、あのすごくいいですよ。 M5 の、 あのタン、まあ、ブラウン内装ですよね、これこういう電池のないのにもそれがこうついてくるとね、いいなと思うんですけど、まあ、 あの電池を全て悪いというわけではないんですが、ああいう、まあ、どっちかっていうとこれ立ってやるとか上がるとか下がるとかならないとこの間運転してる時にね、急にねなんか動いて「なんて言ったら、動画の見てた方がきっとそのドライバーモニタリングシステムの中にこのジェスチャーでこれとこれでコントロールできるっていうのがついたんで、それじゃないですか。勉強不足ですいません。まあ、あの動画の中でもね僕はほとんど
カタログも見ないで取り扱い説明なんですか、読んだことがなくて、だいたい車なんて触りゃ動くものだと思ってるみたいなね、実際もそう思って運転しますよね。で、ここにこう手をかざすと、あ、ここにこう手をかざすな、これ今動きました、これで今で下がるときはこれです。あ、下がった、みたいなね上がった、上がった、上がった、こういう風ですね。でケチつけるわけじゃないんですけど、いるのかなというね、うん、まあ、チャレンジ精神は素晴らしいと思います、ね、チャレンジ精神は素晴らしい。でせっかくつけるならやっぱり成長が必要だと、何事も成長ですからね、今年成長で、グッグッパーこうシャーみたいなよくわかんないな、これだと思ったり、これだと思ったりしたんですけど、これでも動くんですよね、ちゃんと。さ、こっちの方がいいじゃないか、これ。これ。はい。はい。はい。ほっ。はっ。ダメか。やっぱり一回こうリセットしなきゃダメなんですね。ね、こうやってね、飼い犬をね、しつけるようにね、車をね、扱えると、これもね、確かにね、これも確かにいいですよね。ね、こうして今24度に、抑え込みました、楽しいですよね。でもさっき話したように、こういうのに、まあ、古い人間なんでしょう、ね、こういうのにこう乗ってると、もうなるべくこう強引に手で動かせるやつが良くなるんですよね。ギミックに疲れるというと変ですけど、うん、まあね、携帯電話からスマートフォンになって、ね、ガソリンエンジンからハイブリッド、そしてバッテリーに変わっていくというね、まあ、そういう、まあ、今過渡期にあって、まあ、カメラの業界なんか一番そうですよね。今カメラ全然売れない。この間ケース電気行ってカメラくださいって言ったんですよ。そしたらもうこれだけしかないですよ、ね、どうして、前いっぱいあったじゃないですかって、前じゃ本当1年ぐらい前なんですね、前いっぱいあったじゃないですかってね、中津川のケース電気の伊藤店長に、志郎さんカメラなんてもう全然売れないですよ、本当なんですよ。で、その時はキヤノン の, いつものやつ のリプレイスを買ったんですけど、こうして今スマートフォンで撮影してますよね。動画撮ったらカメラよりスマートフォンの方が綺麗に映るっていう時代になっちゃいました。こうなるとね、カメラメーカーはどうするのかなというような話になってくるわけで、で自動車もきっとそういう時代が来るんじゃないかなっていうことを考えて、ケースなんて話が出てきたと思うんですけど、まあね、その通りに世の中がちょっといかない事態がいっぱい出てきてるんで、これからもやっぱりよく物事の本質を見ていかないと、本質ですよね、本質を見ていかないと、足元を見失うかなみたいなね。そうすると、本当に大事なのは、本当に大事な基幹性能っていうのは、基幹性能ですよね、これが何なのかっていうことを、ね、もう一回考えるんですから。それともう一つは逆に、ここで何にもやってない遅れた会社だから、今のことを言ってんじゃないんですよね。実はスバルって、電動化技術もそうですし、今のコネクト技術なんて、まあ、言い方なんですけど最も出遅れて、どこのメーカーも多分舐めてたと思うんですよね。スバルなんて所詮四駆とガソリンエンジンのメーカーで、な新しいことなんかそうやれやしないよ弱小メーカーみたいにね思ってる人たちもきっといっぱいいたと思うんですけども、何しろね、レボーグでトップランナーに躍り出たわけでしょ。でそれをまだまだこれからどんどん展開してるわけですから、でそこがですねできてるんで、僕もこういうことを言いやすいんですよね。まあ、負け惜しみじゃなくて、シンプルなやつはもっとシンプルイズベストで、簡単にしていっちゃうと、実はもっと面白いものがスバルは作れる土壌があるんじゃないかなというふうに期待するところも大きくて、それでまあ、ね、喋りたいことを、まあ、動画で話してるわけですね。
で手応えを感じるのは何かっていうと、もうこのフォレスターの、あの話に対しては本当にすごい勢いで閲覧していただいて、これまでとは違う雰囲気を感じてます。でじゃ あどういう雰囲気なのかっていうと、本当にねやっぱり待ってましたみたいなね、この紹介を待ってましたみたいな、飢えてる感じがねしますよね。で今のこの話ですよね。これ今上がりました。だからこれ下がれみたいなね、こう一遍こうしてこうか、あらこっちが先に。でこういうものをこう使い慣らしていくと絶対あった方が便利で、そういうものにも慣れちゃうとそれは当たり前になるんでしょうけど、まあこうやってた時代、出入り口、空気の振り出し口はこうやってたわけでしょ、ぐちゃぐちゃ。もっとすごいのは、僕らの子供の頃はウィンドウォッシャーって今これじゃないですか。でこうやってると、ね、ヘッドライトからも出ますからね。2秒間やるとこれ、2秒間やるとヘッドライトで、フォレスターがすごいのはちょっとこうやってこれってやるとね、アイサイト用にここに出てくるんです。これアイサイト用です。ガラスが大きいから、でふんだんにこう出る、これがいいんですよ。でヘッドライトにかかる理由は熱が出ない。今のは光源が効率化してて、熱エネルギーをそんなに浪費しないですから、そうすると溶けない、雪がね。ですからそれで、よし、ゴー、ヘッドライトにも当てるんですけどね。で、まあ、バーッと、ね、霧で出すやつもあった。霧で出すやつは実は一番最初は確かね810のブルーバードぐらいの時代ですよ。日産が最初にやってバーッと昔出てきて、これすげえなと思ったんですけど、ね、あれだって昭和の53年ぐらいでしょ。その頃にそういうものを出していたと。その前の時代は何かというと、ここにポフィって空気の、まあうちの会社に来て暴走に来てもらうと、その頃の暴走の中にあるサンバーはウィンドウォッシャーが5分のね、プヒプヒってやつでチュパッチュパッと出るんですよね。でそういう時代があったわけでね、もうそれをそんなのは嫌ですけど、水が出てほしいんですが、モーターで、やっぱりそのいろいろとね、あんまり行き過ぎちゃってもね、ちょっと原点に少し帰った方がいいのかなっていうような気持ちがする自動車も中にはあります。さあそういうことで、まあ、ガソリンエンジンとはいえ、これも相当いろんな工夫をして、触媒なんかもたくさんついて、現代の環境基準に合わせてるすごい車ですから、さあここで、S モードに切り替えます。我が家今出ようとしてますけどね。さあ加速していきます。動画撮ってるだけで分からないと思いますけど、このストロークのね、まあ、ものすごく気持ちいいストロークで、後ろのタイヤのキャンバー角ですよね、キャンバー角の変化が、なんていうか柔軟にこうキャンバーが置いて路面をパーッと掴んでる感じの、この動き方っていうのが、このスポーツが出た時の去年の変更でもうこれ終わってます。これはそれぐらい良かった。でそれがおそらく、これは大体同じなんですけども、全てのフォレスター、要するに X ブレイクもアドバンスも今回の車からそれが投入されたと、いうことですよね。多分です。乗ってないんで分かりません。で工場が止まってるので、うちの注文した車もまだいつ出てくるか分からない。本来だったらもうとっくに届いてるはずなんですけど、そういう中でね、まあ、この車をちょっと、どうぞ使ってくださいとおっしゃっていただいたので、今このように紹介することができています。やっぱりその軽さは性能だって散々お話ししてますけれども、いくら重量配分がいいんですね。スバルっていうのは割と電池をこう、まあ、こう後ろに積んで、このフロントのエンジンとミッションとのこのバランスが良くなって、重量配分は
最適化に近づいてるわけですけども、けれども、マスは増えてるわけですよね。やっぱりマスが増えてるので、そこはやっぱりあのマスの大きい車独特の雰囲気はありますよね。感じさせない、他のメーカーに比べてはただ感じさせないんでしょうけど。でこのフォレスタにこう触れて一つ思ったことがあるんですけど、あの盛んに去年一昨年ぐらいからあの生産のこの早期終了の通知っていうのが僕らはよく受け取ってて、 S4BRZ アウトバック B4 この辺りがですね、どん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 あの車はもうここで、受注を終わりますと。でメーカーで、まあ、見越して作ったものは入手できるかもしれませんけど、それはまあほとんどあの期待しないでくださいと。この後どうなるかは分からないけれども、とにかく現行型の生産はこれで終わりますということで、あのもう二度と入手できなくなったのが例えば B4、 これはもう後継モデルがなくなりますよね。で幸いなことに、他の車はそれはないんですけれども、どうもそういうことをしながら、これは勝手に完全に僕 の、 あの想像ですけれども、あの生産するその基本的な工場のラインの見直しをいろいろとやったんだと思うんですね。で、多分それは僕は当たってるかもしれないと思うのは、ラインによって塗れる色が違うので、この車とこの車の共用してる色があるのは、例えばレガシーと、例えばですよ、フォレスターとアウトバックと、例えば、まあ、他の何かを一緒に、まあ、ここではそれを作ってるなと。で、BRZ と、まあ、XV なんかは前からも一緒に作ってるんですけども、そういう作る工場の組み合わせをですね、より最適化して、今のスバルの持ってるパフォーマンスを、生産パフォーマンスですよね、それを最大限に活かせる、そして品質も高めるという努力を、まあ、2800億円ぐらいかけて、やってるのかなという気がします。中村さんが就任した時にいろんなその問題も、ほらリコールになったあの問題でだいぶ叩かれましたよね。あれってスバルって悪気があってやってたことじゃ全然ないんですけど、で、まあ、その後いろんな改善をしますという約束の中で2800億円という数字が出てたんですね。でそれって何に使うのかなと、ね、あの思ってて見てたんですけども、こういろんなこう新しい色がこうスムーズに塗られて、車もこうどんどん良くなって、こう発売されるのを見てると、あ、なるほど、適切な、ね、投資をして、いい車を世界に向けてですね、販売してるんだなっていう気がします。さあ、それで、あと何分ぐらいありますかね。5分ぐらいありますね。じゃあ、ここからですね、ちょっと下りをですね、この車の動力性能も含めてですね、ちょっと紹介してから見ていきたいと思います。まあ、正直いろんなこう装置を今触るとき、今僕実はあの車線いっぱいに使うので、レーン逸脱 の、 あのこれアイサイトのバージョン3なのか、あ、これは新世代アイサイトに変わってます。今新世代アイサイトがこれついてますので、その新世代アイサイト の、 その車線逸脱の警報をあのカットしたんですけども、そういうことしてもエアコンがね、今万能して、まあ、まあ正直ね、これは僕には向かない、ね、ちょっと余計なお世話かなっていう気がするシステムですね。まあ切ることができるんでしょうけどね、まあ、あと今の現代 の、 あのスマホ世代にはこれは逆にこんな便利なものは、ね、手でこうやれば指先一つで持
文字を書ける人たちですから、そういう人たちはきっといいと思うんですけども、古い時代の人間にはちょっと余分なね、ものに思えてしょうがないです。まあでもこれも商品の商品力の強化のためには必要なんでしょうね。まあそれそんなあの愚痴じゃなくて、この走る性能の話ですけども、ね、今気になったじゃないですか、ね、ちょっと変わっただけでエアコンシアと変わったんでね、気に入らないとはそういうことです。で走行性能に関してはあのタイヤが非常にそのオンロード向きの、まあ、燃費も考えたタイヤの割には、まあ、泣かないし、優れてると思うんですけど、まあ、この車の本来得意とするラフなところに、行こうとするとちょっと怖いかなと、まあ、一回試してみますけどね、あの傷つけない程度に、まあその仕事は僕がお手伝いしますけど、まあ、そういうのはまあメディアの方のね、記事にしてもらった方がいいので、これはもうプロのね、まあ、スバル大好きなライター、彼らにとってはライターって言った方がいいんですよね、マリオ高野&井本高幸、この2人にね、このタイヤとねこの、スポーツとのね取り合わせ、それをねこのオンロードからアクロまでねどうね、スバルはこう考えて作ったのかってね、彼らなりのね、見識があると思うので、それについてはねあの2人に、任せようと思ってます。書く気満々でね、やってきますのでね、僕は裏方に回ってお手伝いしたいと思いますから、まあ、次のねスバルマガジンをねぜひ楽しみにしてほしいと思うんですね。こういう、まあ、あの新しい、刷新した車を、ね、ぜひ、中津スバルの、まあ、フィールドでね、ちょっと試したいというそういう希望をいただいてますのでね、お手伝いしたいと思ってます。あとこの下りのこのスムーズなね、走りをね、ご覧に入れながら今日終わりたいと思います。申し訳ないですけど VAB みんなすげえなんてね、あの車ねああいう風に走れないです、ね、そういうものなんですよね自動車って。辛口なことも言いましたけれども、この車相当いいです、はい、自信を持ってお勧めしたいと思います。乗るならガソリンかな。終わります。